うわあ。おーい。おい、そこのマルチウェポン。お前だよ、お前。なあ、もしかしてプレイするの今日が初めて？うん、さっきインストールしたばっかりで。うん、ではセツラでよければいろいろ教えるでござるよ。え？お主も早く一人前になりたいであろう。そうであろう。黙って頼っときなって。損はさせないからさ。ああ、されば決まりでござるな。ではメンバーアドレスを渡すでござるよ。メンバーアドレスとは、ザ・ワールドの中でだけ使えるショートメールのアドレスのことだ。ショートメールを使えば、お互いがザ・ワールドでプレイしている限り、瞬時にメッセージを送り合うことができる。ちなみに、ザ・ワールドではメンバーアドレスを持っている相手しかパーティーに誘うことができぬ。それじゃ、メニューを開いてみようか。ここに表示されているのは、お主がメンバーアドレスをもらった人のリストだ。オッケー。じゃ、一緒に。セツがお主の刃。よし、これでパーティーヘッド。パーティーに誘えるのはログインしてる相手だけだから要注意な。さーて、前置きはこのくらいにして、そろそろボン。これはカオスゲートって。俺たちプレイヤーはこのゲート転送メニューを選んでくれ。ザ・ワールドではフィールドとかダンジョンとかルートエリア、 A はカオスゲートへ3種類。このワードの組み合わせ次第転送先のエリアのタイプとか。じゃ、実際にワードを打ち込んでみようか。これがワード入力画面だ。一番上にあるのがワードプレート。この枠の中で3種類のワードを組み合わせてエリアを生成するんだ。画面の左端にあるジャイロは今持っているワードのストック。ワードのストックはメールや BBS、 他のプレイヤーからの情報で増やすことができる。さて、実際にワードを入力してみようか。まずはストックの中から勇みゆくを選んでくれ。
よし、これでエリアの指定は OK だ。あ、そうそう、ワードの脇にマークがついてるだろ。それはサーバーシンボルといって、現在のサーバーを示す。今表示されているのはデルタだから、つまり今俺たちがいるサーバーは、ワードが一緒でもサーバーシンボルが違うと転送。友から冒険に誘われた時は、もっと詳しいことを知りたかったら BBS とかを知り。よし、それじゃデルタさん。さてと、ここがフィールドだ。ではマップを開いてフィールドの構成を見てみるでござる。これが全体マップだ。この画面では現在位置とかミッションの内容とかクリア。ここに表示されているのがミッションだ。ミッションっていうのは、エリアの達成目標。ふんふん。ここのミッションは収集。証のかけらというアイテムを3つ集め、獣人点へ到達すればクリアでござる。証のかけらは祭壇に置いてある宝。祭壇はモンスターが守ってるから、モンスターに見つからないように。モンスターを倒して宝箱を開けるか。これが祭壇アイコンでござる。まずはこのアイコンを目指し宝箱を開けて回る。で、このアイコンが獣人殿アイコン。最終目的はここに到達することになるな。さて、ミッションも確認したとき。ちょっと待った、アスター。もう一個。さーて。うむ。お、早速祭壇発見だな。お命ちょうだい。バトルが始まると、こんな風にバトルエリアが展開する。バトルエリアはバトルフェンスで囲まれてて、一度バトル。唯一逃げ無理玉という特殊なアイテムがあれば脱出できる。されど今は俺もアスタも持ってないんで脱出不可能ってわけだ。あっ、ほら、うんうん、とどめだ。お、結構うまいじゃん。思ったより簡単でござろう。落ちろ。うまいうまい、その調子。あとは好きなように。とどめだ。落ちろ。とどめだ。キリンが。ほら、ゼツラは負けぬ。お、また再次はスキル攻撃について教えてやるよ。
決めるぜ。さっき教えた通常攻撃や連続攻撃はあくまでもスキル攻撃ってのはこれよりももっと強力。よし、今表示されているのがスキルトリガーメニュー。パネルが4枚表示されてるだろ。それぞれのパネルに対応したボタンを押せばパーツを発動。では試しに疾風、疾風超人。オッケー、バッチリだ。スキルトリガーは単なるショートカットコマ。例えば敵の攻撃を止めたり自分の攻撃行動をキャンセルしたりすることもできる。イオテン、大事なことを忘れておらぬか。スキルトリガーにはもっと重要な使い方があるでござるよ。忘れてないって、連撃だろ。よくやった。それじゃあ最後に獣人伝を目指してみようか。先ほど教えたように
マップを見て確認すると良いでござるよ。これがサニワの神、フォルセトの像だ。俺らは単に獣人像って呼んでるけど、公式の設定じゃ結構偉い神様らしいぜ。ほら、あそこ宝箱が備えてあるだろ。あの中にはここでしかゲットできないレアアイテムが入ってるんだ。ハセオ、開けるでござるよ。いいのか？いいからいいから、初心者が遠慮すんだよ。ありがとう。何？宝箱のアイテム、君の獲物。セツラの獲物は君。逃げ惑う子羊を一瞬で消す。なんて快感なんだろう。お前みたいなバカはこのゲームやる資格ないんだよ。おいおい、今回はセツに切らせてくれると約束したであろう。これはセツの獲物でござるよ。あっけないね。インしたばかりの初心者はこんなもんでござるか。おらおら、なんか言ってみろよ。もしもし。まったく、ちょっと優しいふりするとコロッと騙されるんだよね。おい、まだいるんだろ。なんだ。Thank you.
To the world. そんなに強いなんて思わなかったよ。100人の PK を切ったって噂もまんざら嘘じゃないみたいだね。ちょ、そんな怖い顔すんなよ。ほら、謝るからさ。あんたもおとなしく散りやがれ。トライエッジを知ってるか。なんだって。総炎をまとった伝説の PK の名だ。奴にキルされた PC は二度とゲームに復帰できないらしい。はあ、くだらねえ。 BBS の怪談話信じてんじゃねえよ。いいか、このボルドー様に手をかけてただで済むとは思う。使えねえな。
なるほど、刺繍の漂うようなキャラだな。死の恐怖 BKK の長谷尾君、うん、PC をキルする PC、 すなわち PK が横行する昨今のザワールドは確かに嘆かわしい。しかしそれを力でねじ伏せる君たち PKK のやり方に理があるだろうか。知らねえよそんなことは。君はなぜ理もなければ理すらない無益な行為を続ける。月の木2番隊隊長、七司会の榊、それを見過ごすことはできないそうだ。月の木？なんだそれ、ギルドの名前か。あいにくお友達の勧誘なら間に合ってるぜ。人の話は最後まで聞きましょう。榊さんの話まだ終わってないです。シノ、え、アトリ、君の知り合いなのか。いいえ。アトリ、ネットゲームで同系の PC に会うのは別段珍しいことではない。とんだ人違いだな。てめえ、いちいち。あ、ショートメールの着信か。デルタサーバー、隠され資金弾の被爆、アルケケルン大爆府に手待つ。送信書。あ、オーバン。待ちなさい。息があるのも大概にしろ。君たち PKK の行っている行為は PK と変わらないということを心しておけ。久しぶりだな、ハセオ。いや、今は死の恐怖と呼ぶべきか。強くなったな、あの頃よりもずっと。強くなるしかなかったんだよ、あんたのおかげでな。あんた、今まで一体どこに。ハセオ、お前は今のところよく期待に応えてくれてるよ。黄昏の旅団が解体した時もあんたは来なかった。あんたこの半年間何してた。そいつは小さな種子だった。そこに宿るものが何なのか確かめる術はただ一つだから、俺はそれを育てた。育てた？何のことだオーバー。比喩的な言い回しさ。あんたが突然いなくなって、俺たちはなんであの時いなくなっちまったんだ。あの後シノは、トライエッジのことを知りたい。奴を知ってるのか。半年前トライエッジにキルされたシノは二度とここに戻っては来なかった。リアルのシノのプレイヤーは意識を失い、未だに原因不明の昏睡状態だ。あれはただの PK じゃなかった。シノのこと知ってたのか。ああ、だが分かったのはそこまでだ。シノがなぜ意識不明になったのか、あの日あの時一体何が起こったのか、トライエッジに会うことが叶ったなら
何かがわかるかもしれない。あるいはトライエッジを倒せば、シノの意識が戻るかもしれない。俺の調査が正しければ、今日奴が戻ってくる。あの悲劇の舞台にな。悲劇の舞台？まさか。デルタサーバー、隠されし禁断の聖域、シノがキルされた場所だ。クリーマレーム大聖堂。やっとだ、やっとこの手で絶対にシノを取り戻してやる。なあオーバー。ああ、これは俺たちにしかできないことだからな。俺たちにしか。オーバー。仕込みがあるので先に行く。聖域でまた会おう。今日奴が戻ってくる。あの悲劇の舞台にな。奴が帰ってくる。ここには昔、少女の像があったんだって。少女？アウラ、そう呼ばれてたらしいよ。なんで、亡くなっちまったんだろう。さあ、愛想を尽かしちゃったのかもね、この世界に。何の音だ。
あ